これまあ機関士、この管がその腫瘍に押し潰されてなくなってますね。それは どうなるんですか。告げられた病名、それは末期がんでした。で、実際僕はどれぐらい生きるんですかって言われたら、2年間ぐらいは一緒に頑張りましょうねっていう言い方されて。突然の余命宣告、しかし彼にはその身を削ってでもやり遂げたいことがありました。22年前神戸を襲ったあの地震について伝え続けること。若い世代が地震に向き合って、何かこう自分で行動を起こしてもらうきっかけになるイベント。がんと戦いながら走り続ける日々を追いました。松原豊さん、37歳。彼が立ち上げた音楽イベント、カミング神戸は12年前から続いています。松原さんの呼びかけに応えた人気アーティストが100人以上出場。国内最大級の規模を誇りますが、入場料はなんと無料です。何かとご協力お願いします。ありがとうございます。その代わり募金を呼びかけ、東北や熊本などの被災地に寄付しています。会場には阪神・淡路大震災に関する資料も展示。震災を知らない若い世代に神戸の記憶を伝えることも目的にしています。ライブハウスなどを運営する神戸の会社で社長を務めている松原さん。中学生の時に阪神・淡路大震災で被災。生まれ育った町の変わり果てた姿は、その後の松原さんの人生に大きな影響を与えました。今でも鮮明に覚えてますけど、電柱が倒れたり、車がひっくり返ってたり、なんかもう映画の世界みたいでしたね。震災時に何もできなかった中学3年生で、何かしなきゃっていう意識がなかった。音楽を通じて若いみんなに震災のことをなんか自分の意識で、自分の意欲でなんか調べようと思ってくれるような、なんかイベントが作れたなと。この映像は8年前、チャリティーイベントのスポンサー集めや会場準備に奔走する松原さんの姿を映したもの。人がいっぱいで、震災に対して今自分ができることとは何なのか、松原さんにとってその答えがカミング神戸だったのです。年々イベントも大きくなり、充実の日々を送っていた去年の3月、突然体の不調を感じました。今振り返れば謎な熱とか体調悪かったですけど、決定打は血尿が出て、診断はステージ4の腎臓がん。すぐに右側の腎臓を切除しましたが、すでに肺とリンパ節に転移していました。5年生存率は 10% です。いや、本物ですかって、まあ、笑っちゃいましたね。でも、で、実際僕はどれぐらい切れるんですかって言われたら、まあ、いろんなあるからもう一概には言えないけど、2年間ぐらいは一緒に頑張りましょうねっていう言い方されて、あ、わしのんやって思ったら、なんかこうドーンと来て、なんかタラーと涙が出てきたぐらい出てきましたね。あまりにも突然告げられた余命2年という現実。気持ちを整理する間もなく、がんとの闘病が始まりました。肺に転移したがんの影響で、
激しい咳に悩まされます。ひどい時には吐血することも。じゃあ、今からオブジーボの方つないでいきます。肺への転移は広範囲に及び、手術ができません。去年認可されたばかりの新薬オプジーボを投与して癌を小さくする治療を続けています。気管支がちょっとやられてまして咳が出やすいんですけど、あまり気にせず話聞いていただければなと思っております。体調が優れないのは誰より自分が分かっていますが、それでもカミング神戸の実行委員長を続けることを決めました。チャリティーに協力してくれている関係者は1000人以上。使命感が松原さんを奮い立たせています。そのもちろんね、その僕がいなくなったら誰かが自己委員長やってほしいんですけど、僕が生きてる間はたとえ寝たきりでもう口が聞けなくなっても、生きてる限りは実行委員長でおることがちょっと大切というか意味があることなんちゃうかなって思いますかね。感知、病気が感知しますよね。感知、松原さんが病気に負けられない理由がもう一つあります。実は中学生と高校生の2人の息子を育てるシングルファーザーでもあるのです。どんなお父さんですか？まあなんか父親っていうよりなんか友達みたいな。イベントやってんのは分かってたんですけど、なんかね、チャリティーイベントとか特殊じゃないですか、まあ、なんかそういうのはすごいなってまた思いました。少しでも長い時間息子たちの成長を見届けたい。何よりも強い今の願いです。なんとか成人するまでね、こう長く生きる、まあよく言えばね、2人とも結婚式ぐらい見てあげたいなっていう気持ちになったんで、うん、松原さん、はい、おはようございます。イベントまで3ヶ月を切った2月末、病状は悪化していました。もう本当ここのコップもうすぐいっぱいになったぐらい入って、血の血が、あ、わかりました、わかりました。まあちょっと CD の結果を今日お伝えしないといけないんですが、はい、まあ、今回その治療を受けてちょっとやっぱり大きくなってますね、まあ、このままお薬を継続するのか、うん、要するに変更するのかっていうのをちょっとやっぱり考えないといけないタイミングにはなってると思います。なるほど。全く治療しないと、はい、どん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 すごいスピードで進んでしまう可能性があるから、なので急なんですが、うん、今日、はい、CT を取って明日入院。あ、もう新薬に期待していましたが、あまり効果は出ず、急遽出血を止める手術をすることに。がんは確実に松原さんの体を蝕んでいました。こう確実にこう悪くなっていってるじゃないですか、今、うん、こうなってるってるんで、これはまあもう、なんですか、しょうがないというか、このまま可能性というか望みみたいなのがあるんですか、やっぱこうどんだけ抑えれるかっていう感じ。基本的にはやっぱお薬が変われば治療効果っていうのはやっぱり全然変わってきますんで、うん、オブジーボに関しては今はい、はい、入院から1ヶ月後、出血を止める手術は成功し、無事退院した松原さん。今日はがんは全然進行してんだけど、はい、その自分のなんか体調はなんかこういろいろあるんだけど、今いい前に今日は、どうも見学ツアーに参加いただいてありがとうございます。あ、拍手とかないんですか？、はい、
阪神大震災を通じて、まあ、いろんなこう防災とか減災っていうことにこういろいろ気づいてもらおうということで、周囲の心配をよそにこの日阪神淡路大震災の教訓を伝えるイベントに足を運びました。がんが発覚してからも熊本の被災地へ上向神戸の募金を届けるなど自らの手で震災への取り組みを続けてきました。松原さんにとって震災との戦いとがんとの戦いには共通するものがあると言います。やっぱり地震は起きちゃうんで、起きて負け続けてるようには起きたことで得れたものっていうのを見つけるっていう考え方はすごく好きですし、こと僕自身のそのがんが分かったからっていうところで掴めたものとか改めて大切なものというか、それだからっていうわけではないですけど、まあまあがんになってみてもまあ悪くなかったかなぐらいの気持ちがちょっとあるかもしれないですね、はい、目の前にどんな困難があっても諦めない、それが松原さん流の戦いなのです。本番1週間前、久しぶりに明るいニュースが。 CT9 ってあれめっちゃ効いてる。これちょっと僕もそうそう、あ、これそう、めっちゃ小さくなってますよ。新しく変えた薬が効いて肺がんが小さくなっていました。これなら問題なく本番の日を迎えられます。そしてイベント当日、実行委員長としてここに立つことができた松原さん。それではお待たせしました、上向神戸国際展示場2号館をオープンします。上向神戸オープンします。よろしくお願いします。病を感じさせない開会宣言、観客は4万人にも膨れ上がりました。お金以外振らないでください。よろしくお願いします。出演するアーティストたちも全てノーギャラ。松原さんの思いを受けてイベントを盛り上げます。ないんです、チャリティーフェスなんで、入場料はタダかもしれないけど募金箱っていうのが絶対あると思うから、本当に1円でも10円でも1万5000円でも何でもいいんだわ。忘れないでな、なんかこのイベントが何のためにあるのか、うん、神戸のやつがどんだけいるのか知らねえやつは、お前らの街でこのイベントがあるってこと誇らしく思ってるじゃん。メッセージが観客にも伝わり、募金も順調に集まります。まあ、無料やったらそのお金をチャリティの方に回して貢献できたらなと。やっぱり時間が経っていて割と忘れがち、こうやって思い出す期間になるっていうのがすごくいい取り組みだなと思います。松原さんの病を知る出演者や来場者からもたくさんのサプライズが。あの男の体にも咳が起こってます。去年より状態を良くして戻ってきたおっさんが一人います。やりましょうな、マッツーバラ。
ありがとう。あ、来年4月29日、ワールドニューヨーク国際展に挑戦させていただきました、佐々木。はい。で、そこで入れたいなと思ってますんで、佐々木はまた、開催するって決めたら、また発表させてもらいます。命がある限り決して諦めない。松原さんはこれからも走り続けます。